いよいよ天山小島との決戦ですね。ああ、天山小島は一人一人も強敵だが、二人合わせた時には倍以上の力を持つ。だけど天小島を倒せれば奴らの守りに大きな風穴を開けることができるはずだ。ここでの勝利がジャスティス撃破の突破口になる。気合い入れていきましょう。よく来たな、ジョー。ビビって逃げちまうかと思ったぜ。あんたらにビビるような俺じゃない。あんたら倒して、岡田を倒して、ジャスティスをぶっ潰してみせる。お前なんかにそれができんのか。喧嘩で一度も岡田に勝てたことねえだろ、お前。今まではな。だが今はわからねえだろ。意気があるね。たくましくなったじゃねえか。分かった。お前がどのくらい強くなったのか、俺たちはじっくり見届けてやる。誰に喧嘩売ってんだ。久しぶりに暴れてやるぜ。取り残らず叩き潰す。さあ始めよう。久しぶりに暴れてやるぜ。気を緩める。進め。運が悪かったんだよ、お前ら。誰に喧嘩売ってんだ。とりあえず死ねえ。運が悪かったんだよ、お前ら。よし、俺たちの勝ちだ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。もうお前らの部隊はほとんど残っちゃいない。降参するなら今のうちだぜ。降参？何言ってんだお前は。俺たちはもともとな、人を使ってどうこうとか集団バトルみてえなのは好きじゃねえんだ。怠慢とかよ、自分の拳で結論出すのが性に合ってんだ。だからよ、ここからが本番ってわけよ。俺たちは残ってんのは二人だけだけどよ、二人いりゃ十分なんだ。俺たちは最強の天小島タッグだからよ。面白い。お前らみたいな奴ら嫌いじゃないぜ。俺も本来は自分の拳で片付けるのが性に合ってるんでな。ならちょうどいい。せっかくだ、タッグマッチと行こうか。俺は構わねえ。どうだ、ジョー。聞くまでもないでしょ。売られた喧嘩はさすがに買いますよ。しゃあ行くぞ、コジ。おや、行っちゃうぞバカ野郎。
まさか天狗地タッグで負けるとはな。負けたのは岡田にやられて以来だぜ。お前らもともとジャスティスが敵対していたカラーズの中心人物だったと聞いた。ああ、ここのジョーもそうだが、岡田はカラーズにすげえ恨みを持ってた。カラーズ潰すためにジャスティス結成して俺らカラーズを潰しにかかったんだ。それでカラーズは負けて解散したのか。解散よりは消滅が正しいかもな。俺も後がどうなったかは知らねえ。俺らは俺らより強い奴についていくのがポリシーだからよ。そう、岡田に負けちまったからカラーズ抜けてジャスティス入った。それだけだ。だけどよ、今日は気流会に負けちまったからな。おう、だから仕方ねえな。ポリシーに従って気流会に入ってやるよ。え？俺らは強いやつについていくって言っただろ。お前らは強かった、だからついてってやるよ。拒否なんてさせねえぞ。俺らのポリシーだからな。嫌でもついていくぞ。どうせ負けた俺らにはジャスティスに椅子も残っちゃいねえだろうしな。どうします？いいんじゃねえか。単純で分かりやすい理由だ。俺も近いタイプの人間だからな。話が分かるね、キリュウさんよ。これからよろしくな。安心しろ、足は引っ張らねえよ。ああ、ん？棚橋ジョー、なんだあいつは。六教人の一人、棚橋。俺の理解者で分かり合えるダチだった男です。正直あいつとは戦いたくはないんだけど、仕方ねえのかな。やっぱりダチと拳を交えるのは辛いっすよね。辛いかもしれないが、拳を交えることで分かり合えることもある。お前とあいつや岡田がそうなれればいいかな。はい。